今回は私鉄という代々木 JR の方がメインとなる抽選動画です。前回の動画は概要欄にありますので合わせてご覧ください。それでは本編に入りましょう。まずは溝の口駅で乗り換えられる南武線の紹介です。今回作成した区間は前回でも言いましたが、津田山駅から武蔵中原駅間です。この中で目玉となるのは、おそらく武蔵新城駅から武蔵中原駅間にある中原電車区でしょう。そんな中原電車区を今回再現してみました。撮影時にはまだ街並みを整備していないのでほぼ住宅しかありませんが、現在は開発がそれなりに進んでいます。道路は斜め配置ができないのでそれっぽくな配置になります。いよいよ中原電車区を見下ろします。様々な車両が誘致してあるので探してみてください。少し黙りますね。こんな感じで再現してみました。ちなみに583系みたいな車両がいましたが、これは臨時列車みたいな扱いです。実際に2004年に南武線に入線しています。また中原電車区にかなりアイエローではない103系がいましたが、これも南武線です。南武線は他線区からの転属車である103系系運転会社を多数使用していたため、スカイブルー以外の塗装が集まっていました。なのでこのマップの103系はやたらカラフルなのです。実際は混色編成だったわけですが、次にダイヤを見てみましょう。見るのは南武線の快速電車です。隣町北を発車し武蔵中原駅に停車します。後ろにいるのは各駅停車です。このダイヤでは上りは武蔵中原駅で各駅停車を抜かし、下りは武蔵溝の口駅で各駅停車を抜かします。なお、ダイヤ上の都合で武蔵新城駅は上下どちらも通過となります。見ての通りこの辺の街並みはまだ仮のものとなっています。武蔵溝の口駅に停車します。下りには待機する各駅停車がいます。3番線に対比のため、上りの停車ホームである1番線と運行計画が被りますが、時間指定でなんとかダイヤを維持しています。実物の快速と同じく津田山駅を通過し終点の隣町南に停車します。南武線のダイヤはこんな感じです。なるべく配線は実物と同じようにしているため、ダイヤに一部制限がありますがまあ過密ダイヤではないですしいいでしょう。南武線に関してはあとは町並みの整備がメインとなります。さて次は東急に行きましょう。見るのは大井町線の急行です。隣町東まで行きます。ダイヤ上の都合で小山台駅に停車します。この辺の街並みはほぼ手つかずなので街並みを作るのがくっそ大変そうです。上野毛駅は構造にこだわりましたが駅舎の位置だけはデフォルトのままです。実物見たけどあれは再現無理だわ。二子玉川園駅の上を通って二子玉川駅に停車です。二子玉川駅で田園都市線の各駅停車と接続します。この車両は急行で、溝の口止まりではないのでホームがある下り線を走ります。今左に見えた駅は二子駅です。この路線については前回の動画参照。溝の口駅に到着です。大井町線の各駅停車は全て溝の口駅止まりとなります。引き上げ線に入って折り返しの時間まで待機します。実際の急行と同じく梶ヶ谷駅を通過し隣町東に停車します。田園都市線の急行も同じ感じです。実物との際は用賀駅に停車するぐらいですかね。東急に関しても大体ダイヤは完成しています。あとは街並みの整備がメインとなるのでどうデフォルメしながらそれっぽく作るかを考えていきます。バス路線も整備したいところですが、あまり手を広げすぎると他のマップなどができなくなるので適度に色々やっていきたいと思います。復活した玉電の絹田線などに関しても色々手を加えたいと思います。今回はこんな感じです。前回よりやや短めとなりましたが、次回は整備した街並みを紹介するのでかなり長い動画になるかもしれません。次の後編動画投稿まで確実に時間がかかりそうなのでご了承ください。さて話は変わりますが、前編動画にて企画の通知を行いました。その応募期間が過ぎましたがなんと来た要望の数は、2つだけでした。悲しい。なので前の動画のコメント欄にあった要望や、まだ紹介していない車両を含めた動画にして再現した車両を紹介したいと思います。このマップで新たに登場したメトロ8000系などは、配分などを紹介していないのでその動画で出したいと思います。企画に参加してくれた方はありがとうございます。なるべく似せるように頑張ります。企画知らなかったから応募できなかった。今要望思いついた。みたいな方は9月18日23時59分59秒までならこの動画のコメント欄でのみ受け付けますね。という